長期は、新末の金銭会の乱の指導者。長期とも書く、石膏省平洋出身。長期がリーダーであった、金銭会は、天地会系の秘密結社で、入会者に、金銭儀機と鋳造された動線を与えたことから、その名がついた。金銭会は1850年代初め頃から、石膏省平洋、随安氏、栄家、青田、大潤。 福建省福家内に広がり、多くの農民、手工業者、さらには生園の繁栄、抜け蜜ぎの菜花のような知識人も加入した。1861年8月、平洋で放棄し地元の地主が結成した断連の白根の会を破り、平洋県城を占領した。10月には雲州に進軍して、府城を占領したが、進軍の反撃ですぐに撤退した。 その後髄安県城を包囲したが、頑強な抵抗にあって下せなかった。11月に、社交たちの部隊を福建省に派遣し、社交たちの部隊は福家内を占領し、多くの武器を獲得した。この頃、石膏省南部に太平天国軍が侵攻してきたため、長期は連携を模索した。しかし1862年2月、 節操とく喜びずいの派遣した新軍と白布会によって拠点を次々と失い、放棄は失敗に終わった。長期は与党を率いて太平天国軍に合流して石膏城南部を転戦したが、太平天国軍が石膏城南部から撤退すると止まって阪神活動を継続した。しかし、翌年7月、裏切りによって殺害された。 与党は林穴葵に率いられ、幸福会と改め、1864年に福建省で放棄しようとしたが失敗に終わった。ありがとうございます。